やはり難しいこの立ち上がりです。すくい上げた打球、ショートの頭上を越えていきました。ランナーがもう一人帰ってきました。小林にタイムリーヒットが生まれています。ここはもうジャイアンツ打線が非常につながりを見せます。ツーベースヒット、フォアボール、そして3連打ということになっています。まあ、ボールはね悪く